今日のミッションは敵の捕らえの身となっちまったチリネコを救出する作戦だ。さあ、あれがチリネコだな。よし、あ、ちゃんと名札まわりついてる親切だな。よし、今助けられるな。これで、あ、あ、あ、手が滑った、ごめん。はい、どうも、わらです。さあ、今回はですね、今見ての通りこんな感じにね、1マスの場所を通ることができる方法をねご紹介していこうと思います。まあ、って言ってもね、まあ結構簡単なんですけどね、まあ、このモーションを見てもらえばわかると思うんですけど、この泳ぐということをね利用して、今回ねこれ作っていきます。ちょっと一旦逆流して結構きついな。はい、このね1マスの場所を通るね、方法なんですけども、まあ、一番簡単なスタンダードな方法としては、まず水をね用意してあげて、水溜まりをね用意してあげて、こんな感じに1マスの通路を作るだけ。もう本当に簡単。もう例えばここにね、あ、ちょっと待ってよ、試しに作るわ。こんな感じにね水溜まりがあるでしょ。水溜まりをまず作って、で、こっから、こうやってね、もう本当にめちゃめちゃ簡単。こうやって、1マスのスペースをこうやって作るだけ。本当にこれだけ。めちゃめちゃ簡単。こうやって、ばっばっばっべ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 っ。よし、これで、もう完成です。もうこれで、あなたはもう1マスの場所を通れる。ちなみに逆流、こっちからはいけません。こっちからこうやってしゃがんでいこうとしても無理です。無理無駄無謀です。これはちゃんとあの水の方から行かないと判定しなくて、もうこれはね、この泳ぐっていうこうやってモーションを利用して、こうやってこの1マスの場所を通れるという技です。めっちゃ眩しい。で、それをね応用して作ったものがこちらです。まあ、こっちはねさっきと違って、全く、水は使うんだけども、この中に、通路に水がないというバージョンです。試しに通ってみようか。こうやってね、ここ入り口は水なんだけど、この、もうこっからもうすでに水がないという。若干暗いけどね、ポケモットの影響で。これは若干暗いけど、あ、透けてる俺。ほら見てほら。ちょっと、コーヒーゼリーみたい俺の頭。俺の頭コーヒーゼリーだ。そのどんどんでもいいわ。まあこんな感じにね、この全く水がない仕様ですね。まあ、これを使うと何ができるかっていうと、例えばね、あのスパイごっことか、あのミッションインポッシブルごっことか、そういうのがね、まあできますね。見栄えもね、いいですし、こっちの方が。あっちよりかは。まあ、こっちの作り方なんですけど、まあこれもさっきとそんなに変わんないんだけど、水の原理をね、利用して、理解してれば、めちゃめちゃ簡単で、まずね、この、土管をね、土管を作ります。こんな感じの土管を作ります。で、次にここに、こうやって、1マスの場所を作ります。このハーフブロックでね、ハーフブロックで。絶対ハーフブロックで。1個ブロック置いて、ハーフブロック。1個ブロック置いて、ハーフブロック。この、1.5 の高さね、絶対。こうすることによって、水がね、通らないんですよ。はい、これで完成です。もうこれでもう完璧なミッションインポッシブルです。ほら、こうすると、水がね、この通路に出てこないという仕様になって、例えばね、排水口から、なんか、通路みたいな。そんなのあるか？ないな。まあそんな感じにね、まあ発想はいろいろですよね。まあ そこは自分で考えてもらってね。で、こうやって、するともう、こっからはもうね、報復前進で、この先はね、自分伸ばしてもらえばね、ここから先は、好きなだけ長さを調整して、もうみんなでね、これね、ミッションインポッシブルできます。まあ今日の動画はね、これだけです。はい、それでは今回はね、この辺で終わろうと思います。ではまた次回お会いしましょう。
なんか遊んでたらバグっちゃいました。生き埋めなんだけど。これは草。そこアップするんかよ。つらこれ。しんど。